とうとう、あの子が来てくれるよ。ずいぶん待ったけど、間に合いそうね。大丈夫かな？大丈夫だよ。彼女を信じよう。そのために待ったんだから。いや、私たちが。頑張ろう。ここからが終わりの始まりだよ。うん、そうだね。頑張ろう。おはよう。おはよう。暑いね。ほんとほんと、やっと夏服よ。もう夏なんだ。結局冬服では一度も来られなかったな。いい加減前に進まないと。でも私はどこへ行けばいいんだろう。立ち止まってる場合じゃない。まずは職員室に行こう。今のまさか。職員室は2階だったはずだけど、どっちだっけ。ひとまず歩こう。ここまで来たんだ。ちゃんと行こう。
ここまで来たんだ。ちゃん。西田早苗だよ。中学が一緒だった。ごめんなさい。気にしないで。中学では同じクラスだったことなかったし。え、じゃあなんで私のことを。もちろん知ってるよ。バレエで有名だったもん。全校集会でもみんなの前で表彰されてたじゃない。そう。でも思ったより元気そうで安心した。思ったよりって、私のこと。偶然だったの。中学の卒業前に先生たちが話してるの聞こえちゃって。私知ってるの、ひなこちゃんが膝の故障でバレエやめたこと。推薦でこの学校の特待科に入るのが決まっていたことも、バレエをやめたから普通科になったことも全部。そう。もちろん誰にも言ってない。それで来ないから、まさか学校もやめちゃったのかなってとても気になっていたの。だから来てくれて嬉しいの。一緒の高校に通えることが嬉しいの。
踊れない私でも。バレエを続けられない私なんて、もう死んでるようなもの。そんなことない。だって幽霊は学校に来ないよ。私ね、中学の頃からひなこちゃんに憧れてたの。だからひなこちゃんと一緒の高校に通えて本当に本当に嬉しいんだ。このままじゃかなり危ない気がする。どうすれば。はっきりしてる。あれは、何あれ、生き物なの？しているあなたは戦えるはずだよ。これはこんなのいつの間に。さあ、指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ。ここで死にたくはないでしょ。その思いを力にするの。大丈夫。その指輪をつけることができた
あなたなら。さあ、急いで。わかった。これチュチュリフレクター、あなたの力よ。リフレクター、その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何？まさか素手で戦うの？大丈夫、この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。足が、膝が痛くない。動く、動ける。それに今のジャンプ。さあ早く武器を出して。武器を出す。あなたの思いが力になると。その指輪に。右目と同じ青色の剣。青い目？な、何これ。それに髪も。さあ戦って。あなたの力で。これなら大丈夫そうだね。頑張らないと。やっ！頑張らないと。これが私の力！戦闘終了！
こんな風に動けるなんて。なんだろう、これ。何？嬉しいな。西田さんの声。西田さんの気持ち。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これ、さっき言ってたこと、あれは本当の気持ちだったのか。憧れ。あのコンクールに出たとき、私もこんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。立場は違うけど、何かに憧れる思いは同じ。スタートが少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。
じゃあ白井さんはあの空いてる後ろの席に座って。はい。ホームルームを始めます。これからよろしくね。最後に連絡事項ね。もうすぐ文化祭の実行委員会が開かれるので、クラスの代表者を決めます。立候補か、まあ推薦でもいいよ。はい、白井さんがいいと思います。はあ、ゆずきさん、白井さんはまだ学校に来たばかりだからいきなりは難しいんじゃない？どのみちみんな何かしらの委員会には所属しなきゃいけないじゃないですか。せっかくならみんなと関わる係になった方が学校になれやすいと思います。クラスも似たような感じだし、いいんじゃないですか。私とゆずきでサポートしますから。ライムさんまで。みんなはどう？別にいいんじゃない？
じゃあ白井さんできそう？明らかに日本じゃ。ううん、明らかにこの世界とは思えない不思議な場所。生物なのかもわからない。敵、そ、このもう踊れなくなった膝が動いて、ありえないくらい体が自由で力が湧いてきて、しかもあんな姿に変身して、ほんと非現実的だよね。だけど信じられないけど、やっぱりあれは現実。それにこの二人の声、あの時聞こえた声と似てる気がするけど、呼んでね。ライムもライムでいいよ。それより早くお昼食べようよ。屋上行ってるから早く来てね。それじゃあ待ってるね、ひなちゃん。
ゆずちゃんとライムちゃんは行動力がすごいからね。特にゆずちゃん。あの二人って一体。師匠ゆずきちゃんと師匠ライムちゃん、同学年だけど双子じゃない姉妹なんだって。二人とも中学までは海外の学校だったみたいで、高校から日本に引っ越してきたんだよ。そうなんだ。長話しちゃってごめんなさい。お昼楽しんできてね。ありがとう。
あ、やっと来た。遅いよ。ごめん。あのさ、気持ちよかった？え？思いっきり動けて。リフレクターってすごいでしょ？リフレクターって今朝の？やっぱりあなたたち何か知ってるの？あれは何？どこ？何が起きたの？あの化け物は何？どうして私の足は動いたの？あなたたち何を隠して。あら、リンちゃんじゃない。どうしたの？ライム、それにユズと白井さんも、なんでこんなところに。同じクラスなんだからちゃんと覚えようよ。まだ来たばかりなんだから仕方ないよ。真田凛だよ。同じ1の A で部活はテニス部。よろしくね。それでリンリン、暗い顔してどうしたの？いや別に大したことじゃ。ズバリ恋の悩みね。女子高生の悩み事で一番多いのは恋バナでしょ？まあそうかもだけど。よかったら相談に乗るよ。内緒にしてくれる？もちろんね。ひなちゃん。それでそれで、どういう感じなの？時から好きな先輩がいて、どうしたらいいか悩んでるの。へえ、その先輩ってどんな人なの？テニス部のエースでキャプテンしてた人なの。地区大会でいつも優勝してて、都大会でもシードの選手なんだ。すっごい、超テニス強いじゃん。そうなの。それに勉強もできて、学年でもかなり上位だったんだ。高校もちょっと遠い進学校に行ったの。え、
じゃあ最後に会ったのは中学の時？ううん、たまに後輩を教えるために練習に来てたよ。その時に少しお話しするくらいかな。あと、たまにスマホで連絡してるよ。たまになんだ。だって、先輩忙しいだろうし、あんまり頻繁に連絡したら迷惑かなって。それで、結局悩みは何なの？先輩にね、告白しようと思うの。おお、いいねいいね、それで？けど、どうやって伝えればいいか分かんなくて。手紙とかは？でも同じ学校じゃないし。確かに手渡しなら直接言うのと変わらないか。お家のポストに入れるのは？ストーカーみたいじゃない？郵送するのもなんかあれだし。電話とかメールはどう？それは仲いい友達にも言われたんだけど、もし振られて連絡しづらくなったら困るし。白井さんはどう思う？え、私？うん、何かないかなって思って。普通に直接言うのはダメなの？だって恥ずかしいんだもん。それに緊張してちゃんと話せそうにないよ。でもそんなことばっかり言ってたらいつまで経っても告白なんてできないよ。わかってるよ。だから悩んでるんじゃん。どうしたらいいんだろう。形は何であれ告白するべき。じゃなきゃ何も始まらない。わかってるんだけど怖いんだもん。じゃあ、先輩から告白されるのを祈って何もしないの？ひなちゃんはどう思う？知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし。そういうのは自分で何とかするしかない。他人に頼るのは間違ってる。
が今朝の早苗と同じ。まずい、暴走が始まった。急いで向かわないと。暴走？説明は後。ひなちゃん、急いで指輪をあの子にかざして。え、指輪？いいから早く。わかった。ここはコモン、人の集合的無意識の世界。早苗ちゃんの時とは違うゾーンみたいだけどね。どういうこと？集合的無意識っていうのはね、人がそれぞれ持ってるコンプレックスのさらに奥にある無意識なの。無意識はその人の経験とか生活する環境から大きな影響を受けてるんだけど、その奥底には共通したベースがあるの。そのベースが具現化したのがここコモンだよ。簡単に言うと、ここは全人類の感情でできた世界。コモンは大きく4つのゾーンに分かれていて、それぞれ違う感情が元になっているの。今回は悲しみの感情でできたゾーンみたい。そうそう、そういうこと。なんとなく分かった。けど、どうしてサナエの時と違うってあなたたちが知ってるの？簡単だよ。あの時ユズたちも見てただけ。やっぱりあの時の声はあなたたちだったんだ。うん、学校に来てからひなちゃんのことをずっと見てたから。ゆずたちはずっと待ってたの、ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。私も待ってた。それに世界ってどういうことなの？
るしは、こいつらを倒してからにしましょう。ひなちゃん、一緒に戦って。わかった。教えてくれるんでしょ、この力のこと。うん、リフレクターはね、フラグメントの力で戦う魔法少女なの。フラグメント？正しくはエーテルフラグメント。人の強い感情によってできる思いのかけらのこと。ひなちゃんも今朝さなえちゃんのに触れたでしょ。あれがフラグメントだよ。魔物からフラグメントを守るのがリフレクターの仕事なの。でも中にはフラグメントを固定化してみんなと力を共有できる人もいる。固定化？ひなちゃんがまさにそうだよ。もうナエチンのフラグメントを持ってるしね。ナエチンってサナエのこと？それにフラグメントを私が持ってる？その指輪から伝わるはずだよ。今朝固定化したナエチンの気持ちが。なんか感覚的にだけど、確かに存在するのはわかる。けどどうやって固定化したんだろう。フラグメントに触れた時、ナエチンの感情が流れ込んできたでしょ。ひなちゃんがその感情を理解できたからだよ。どういう意味かはわかるでしょ。そうやってフラグメントを集めて力を蓄えるの。原始という強大な敵を倒すために。強大な敵？今戦ったあいつらじゃないの？あの魔物たちは原始たちの力の影響で顧問がおかしくなって生まれてきた下っ端。まずはリンリンのフラグメントを探しに行こう。なんで私が？あのまま放っておいたらリンちゃんのフラグメントは壊されちゃうよ。壊れたらどうなるの？精神が傷つく。フラグメントはあくまで思いのかけらだから、一つ壊されたくらい問題ない。だけど何個も壊されると最終的には精神が破壊され死に至る可能性もある。それでも行かない？もし顧問で魔物にやられたらどうなるの？現実世界に戻されるだけ。特にリスクはない。魔
分かった。行く。リンちゃんのフラグメントはこの近くにあるはず。急ぎましょう。基本は大事。どうしよう。力をためて。何をしようと。ホークラン。頑張っていこう。
次はどうしよう。大事。よし、どんどん行こう。魔法の攻撃。負けない。はっ。よし、どんどん行こう。クマさん、どうする？大事。どうしよう。ストライク。どうしよう。次はどうしよう。はっ。どうしよう。はっ。クマさん、どうする？こんなもんかな。
あった、きっとあれだね。なんであれがリンのだってわかるの？いや、わかんないよ。え？ただ、普通フラグメントって出たり消えたりするものなの。人の感情なんてすぐ変わるから。だからああしてずっと残ってて、しかも魔物に囲まれてるフラグメントは持ち主が暴走してる可能性があるってわけ。でもリン以外に暴走してる人がいる可能性もあるんじゃない？確かに可能性はゼロじゃないけど、その確率は低いよ。今回はリンちゃんを目標にリープしたから。リープ？現実世界からコモンに移動することだよ。ユズたちはコモンリープ、リープするって呼んでるんだ。コモンはみんなの集合的無意識の世界だから、誰を介しても入れるんだよ。だけど何の目標もなくリープしたら、この広いコモンのどこに出るかわかんない。だからあらかじめ目標とするフラグメントを狙ってリープするの。それで今回のターゲットはリンリンだったってわけ。まさかあなたたちわざと。さ、話はこれで終わり。あの魔物たちを倒しちゃうよ。わかった。図星ね。だってさっき私のせいでリンは。それなのに理解することなんて
丈夫だよ、ひなちゃん。この付近の魔物は倒しちゃったから、もうリンリンの暴走は収まってきてるはず。ひなちゃんが固定化に失敗したとしても、リンリンが傷つくことはないよ。でもそれなら無理に固定化しなくてもいいんじゃ。けどそれだとリンリンと気まずいままでずっと避けていくことになるよ。それでもいいの？それは。フラグメントのリンリンの声をちゃんと聞いてみて。どんな思いで相談したのか、なんで暴走しちゃったのか、まずは聞かなきゃ何も始まらないよ。わかった、やってみる。どうして自分で決められないんだろう。これはやっぱりこのフラグメントはリンノだったんだ。本当は分かってる、自分で決めなきゃいけないって。でも私、決めるのが怖い。決めたらもう戻れない。成功したいけど、もし失敗したら。私も一緒なのかも。ずっと決断できなかった。怪我してバレエを失った時、バレエのない人生を生きるって決められなかった。前に進むのが怖くて。ありがとう。いきなり一日に二度もフラグメントの固定化をしたから疲れちゃったんだね。さっきまであんなに動いても疲れなかったのに。ライムたちリフレクターは感情のエネルギーエーテルを使って戦ってる。だから感情に直結するフラグメントの固定化は一番エネルギーを消費するの。エーテル、フラグメントじゃなくて。うん、エーテルは活動するのに絶対になきゃいけない空気みたいなもの。ふん。戻ろう。まだ悩んでる。暴走を止めた
だけだからね。悩みを根本から解決したわけじゃないもん。悩み自体はちゃんと現実で解決してあげないと。そうなんだ。大丈夫。フラグメントを固定化できたってことは、ひなちゃんはリンリンの気持ちに共感できたってことだよ。ひなちゃん、早く伝えてあげて。さあ、やっぱり先輩と会うところから始めるしかないと思う。どんなに緊張するとしても、直接言葉で伝えるのが一番思いが届くんじゃないかって。でもまずは踏み出さないと何も変わらないと思う。白井さん。そうだよ、まずは先輩に話してみなよ。ゆず、うん、二人の言う通りだね。私、まずは先輩に会いに行くよ。そうそう、その息だよ。勇気を出した女の子にはこれを信じよう。何？この指輪。それ。お守り。つけるといいことあるよ。ライム。ありがとう。じゃあ早速メールの文を考えてみる。それと、何？白井さん、私のことはひな子でいいから。わかった。じゃあね、ひな子。次は何て送ればいいか悩まなければいいけど。どうしたの、ひなちゃん。さっきの指輪、あれって。そう、ライムたちがつけてるのと同じものだよ。さっき固定化してくれたタイミングで作れるようになったの。あれをつけることで初めてリフレクターとのつながりができる。つまり、いくらフラグメントに触れたとしても、固定化できなかったり、指輪がなかったりすると、力は得られないの。じゃあ。うん。もうナイチには渡してあるよ。そんな。心配しないで。この学校、これくらいのアクセサリーなら、全然オッケーだから。そうじゃない。なんで、あの二人も巻き込むの？そうしないと剣士を倒すことができないから。早くもっとフラグメントを集めて力をつけないと、剣士を倒せないの。そしたら世界が滅んじゃう。世界、嘘でしょ。お願い、ひなちゃん、一緒に戦って。ゆずたちと一緒に世界を守って。そんな、なんで私なの。
戦ってくれたら報酬だってあるのに。報酬？うん。リフレクターとして戦って全ての原子を倒せれば、たった一つだけ何でも願い事が叶うの。願いか。そう、心から願うことが一つだけ叶う。戦いが終わると世界は元あったように戻されるんだけど、その時勝者の願いを一つだけ汲み取って望むような変化が起こる。それって何でも願いが叶うってことでしょ？ひなちゃんの願いは何？それは。やばい！急いで教室に戻ろう！次の先生、遅刻に厳しいんだ！どの道、今日はもう力を使いすぎてるから活動は無理だし、この話はまた明日にしましょう。願いが叶う。ライム、急がないと本当に間に合わなくなる。そのために準備してきたんでしょ？わかってる。だけど絶対に守ってみせる。リフレクター、顧問、研修。あんな世界が現実に存在してるなんて。それに、願いが叶う。私の願いは、私。ううん、そっちじゃなくて文化祭の話だよ。なんだ、そっちか。そろそろ話し合わないと。一度隣のクラスの委員と打ち合わせに行こうよ。隣のクラス？それって。うん、特待化。文化祭の出し物は学年ごとにやるって聞いてない？うちの高校は小さいしね。
そういえば聞いた。あれ、あれって隣のクラスの森川さん？バレエで有名な？うちのクラスに何の用だろう。失礼、文化祭のことで話しに来たんだけど、このクラスの代表の人いるかしら。それなら白井さんだよ。ほら、あそこ。白井？ひなこ？やっぱりあなただったの？サラさん、同じ高校だったんだ。それはこちらのセリフ。なんであなたがここに？しかも、なんで普通科なんかにいるの？それは…はいはーい、文化祭の話ね。じゃあ、廊下に行こうか。ほら、ひなちゃんも一緒に。それで、一体どういうことなの？あれ以来、どのコンクールでも見かけないし、何してたのよ。それは…仕方ないでしょ？ひなちゃん、バレエやめちゃったんだもん。はぁ？何言ってるの？バカじゃないの？ライムバカじゃないよ。ひなこがバレエをやめるなんて、世界が滅んだってありえないわよ。本当だもん。ねえ、ひなちゃん。嘘でしょ。あの子が勝手に言ってるだけよね。ねえ！いや、ライムの言った通りだよ。私は、もう。どうして？あなた、あんなに踊れたのに。もしかしてスランプ？そうよ、あなたがバレエをしないなんてありえない。一時的なものなんでしょ？それとも何？私の上を行くための奇策を練ってる最中なのかしら。なんとか言ったらどうなのよ。あなたに何がわかるの？ひなちゃんは…ライム、落ち着いて。何なの？今日の放課後、屋上に来て、そこで話す。私、まだ納得してないから。ひなちゃん。子がバレエをやめる？そんなのあるわけないじゃない。あっていいわけない。
どうしたの？そんなに怒って珍しいわね。マオ、今日は学校に来てたの？今来たばかりよ。今朝新幹線で戻ってきたところ。天才子役も大変ね。もっとね。さすがにこの年になるともう子役とは言えないわ。あ、それでどうしたの？すごい機嫌悪そうだけど。別に、ただちょっと隣のクラスで知り合いに会って驚いただけ。隣？もしかして文化祭のこと？そう。ごめんなさいね。私がいないこと多いから迷惑かけて。気にしなくていい。そのために私がサポートに入ってるんだし。ありがとう。でも知り合いに会ったのにどうしたの？もしかして嫌いな人？いいえ。じゃあどうして？だからこそよ。ん？ひなちゃん、一緒に行こうか？いい、私一人で。ひなちゃん、行ってくる。ちょっと、いいの？今はひなちゃんを信じるしかないでしょ。そんなこと言ってる場合なの？もう。分かってるよ。でももう焦っても仕方ない。15が壊されたってことはすぐそこにいるはず。今さらジタバタしても変わらないよ。ライムは諦めたくないの。それはユズも同じだよ。信じましょう、ひなちゃんのこと。わかったよ。あの、白井さん？そうだけど、あなたは？私は蜷川真央。サラサのクラスメートで文化祭の実行委員よ。あ、そうなんだ。嘘、今日蜷川さんいる日だったんだ。地方ロケからもう戻ってたのね。ロケ？私、こう見えて女優してるの、知らない？ごめん、私、あんまりテレビとか見ないから。ううん、気にしないで。私もまだまだね。白井さんのような人でもわかるくらい有名になるように頑張るわ。同い年なのに。すごい人なんだ。あ、そうそう、近いうちに出し物の話し合いをすることになると思うけど、その時はよろしくね。あ、うん。ま、それとサラサなら急いで教室を出て行ったわよ。
あなたのことを待ってると思うから早く行ってあげてね。それじゃ。悩んでてもしょうがない。行こう。Thank you.
サラさん。それで一体どういうつもり？バレエをやめたって本当なの？うん。なんでなの？なんであなたが？だって膝を痛めたんだ。結構大きな故障だったけど、その時は復帰できると全然疑ってなかった。私たち故障なんてしょっちゅうだしね。早く治して練習しなきゃって。だけどいくらリハビリしても全然痛みが引かない。それで改めて先生が紹介してくれた信頼できるお医者さんに聞いたら、さあ、日常生活は問題ないし簡単な運動はできるって。だけどバレエみたいな激しい運動はもう膝が耐えられないって。私がどうしようとサラサには関係ない。さあ、早くあの子のフラグメントを探しに行きましょう。わかった。ひなちゃん、大丈夫？うん。私が、行かないと。ひなちゃん。Thank you.
すごく暗い。なんか不気味。サラチンを早く助けてあげよう。
平常心平常心、頑張っていこう。次はどうしよう。力をためて。クマさん、どうする？魔物はいないみたいね。ひなちゃん、急いで固定化しちゃって。うん。なんでひな子がバレエをやめる？初めてひな子がバレエをしてるのを見たとき、私もあんな風に踊れるようになりたいと思った。今までいろんなダンスをやってきたけど、そんな風に思ったのは初めてだった。だからこそ勝ちたいと思ってたのに。サラさん、だからあんなに怒って。なのにこんなことに、こんなことになるなんて。サラさん、倒してからにしましょう。行くよ。スパッと倒しちゃおう。頑張っていこう。頑張らないと。
てる。戦闘終了。これで邪魔者はいなくなったね。ひなちゃん、お願い。でも、さっきのはひなちゃんがあの子の感情を理解できてなかったからうまくいかなかった。もう一度気持ちを受け止めて耳を澄ませてみて。どうして、なんで。サラさん、怒ってる理由が違うの。ひな子がいなくなったら私は何を目標にしていけば。何を目標にバレエを踊ればいいの。そうか、この感情は怒りじゃない。バレエのない生活ってどうすれば。そんなの死んでるのと変わんないよ。私は何を目標に生きれば。この感情は恐怖だったんだ。ひなちゃん、戻ろう。サラサと話をしなきゃ。なんで、なんでなの。サラサ、あのさ、な、何これは。もうなの？もう？もうって何が？だよ。あれが、あんなのと戦うの。うん、そうだよ。そんな、どうやって。ひな子ちゃん、その辺、リン。よかった、ひな子たちは無事だったんだね。どういう意味。大変なの、あのね、あの、分かってる、あいつのことだよね。それだけじゃないの、私たち以外みんな動かなくなっちゃったの。どういうこと。ここまで来たからね。今は顧問にいるのと同じような状態。じゃあなんで二人は。指輪をしてるから。それでリフレクターの力が流れ込んで顧問の力を共有してるから。
だからこうして指輪をつければ。使わないと死んじゃうんだし、やってみるよ。ありがとう。それじゃあグラウンドで迎撃しよう。
ち着いていこう。結構遠くにいるみたいだね。まだまだこれから、気をつけよう。
ャンスだよ。今助けるよ。元気いっぱい。はっ。あともう少しよ。ストームゲージ。私に任せて。完全には倒せてない。あの多分他のポイントを狙いに行ってると思う。他の？うん、この地球上にはね、22個の得意点みたいなものがあって、それぞれをリフレクターが守ってるの。ここ星の宮は17番目の得意点。リフレクターは得意点の範囲内じゃないと力を発揮できないの。それじゃあ、もし私たちがいない時にあいつが来たら。それは大丈夫。ユズたちはある程度なら予測できてるから。不意打ちというのはまずありえない。そうなんだ。あのさ、私、ひな子、サラソ、すごいね、その力。なんだか魔法みたい。この姿、この力を使えば踊れるんだけどね。でもさっきのやつを、原種を全部倒せば願いが一つ叶えられるんだ。私の願いなんて、私はもう一度バレエを踊れるようになる。え？サラサの気持ちと向き合った時に思い出したんだ、怪我した直後の気持ち。
霊がない私なんて死んでるのと同じ。ひなこ。だから私は戦う。原始を全部倒してまたステージに立つ。よくわからないけど私も協力してあげる。サラさん、ありがとう。あなたのためじゃない。あくまで自分のためよ。ライバルがいないと張り合いがないもの。うん、ひなちゃん。私これからもなるよ、リフレクターに。またバレエをできるようになってエトワールになる。エトワール？フランス語で星って意味だよね。トップバレリーナのことをそういうの、私の夢。ひなちゃん、これからもよろしくね、ひなちゃん。うん、それにしてもリフレクター、反射するもの。何？ネーミングが気になる？ううん、今の私にはぴったりだ。エトワールみたいに自ら輝くことはない。はあ、それにしてもあんなのがこの世界にいるなんて、私にできるのかな。ううん、やるしかない。もう一度あのステージに戻るために。